こんばんは。青森をもっと元気に楽しく、ラブ青森プロジェクト隊長ごっちゃんこと後藤誠庵です。いや、だんだんね、冬に差し掛かってきました。寒くなってきました。今夜もどうぞあったかくして最後までお付き合いよろしくお願いします。改めましてこんばんは。青森をもっと楽しく元気に、つながることで何かが動き出す、 NPO 法人ラブ青森プロジェクト隊長のごっちゃんこと後藤誠庵です。いよいよもう師走になりますね。あっという間に寒くなってきたし、そして、農家の皆さん、リンゴ農家の皆さんは今本当に一番忙しい時期を迎えているかと思いますけれども、いかがお過ごしでしょうか。ラブ青森プロジェクトも、まあ今年、まあ3月以降はいろいろね、あのコロナの影響を受けて、まあ未だね、まあそれが続いているという状況で、青森県内もね、あのまたコロナのクラスターが発生したということもあって、あのいろいろね、あの大変な状況がまだ続いている方も多いかもしれません。この冬もね、どういうふうに乗り切っていくのかというところですが、まあ、今日はね、そんな中でちょっと情報ということについてお話ししたいなと思っています。私はもともと社会人1年目を青森放送というところでね、スタートさせました。で、東京から青森放送に入社して、青森市に、まあ、住んで8年間で、そこで、まあ、青森のいろんな情報や人に触れてきて、まあ、今に至るという感じですけれども、まあ、その青森の、ね、魅力を発信したり、そして青森のこの地域を仲間とともに、ね、皆さんとともに一緒に盛り上げて、そして物心ともに豊かな青森県の実現に、まあ、貢献していきたいという思いで、このラブ青森プロジェクトを始めてもう12年目に、まあ、なります。で、私は情報をもともとマスコミで伝えてきた人間、まあ、ニュースだったりとかね、あとそれからまあラジオのパーソナリティとか、いろいろな場面で情報を伝えてきて、で、まあ、なぜラブ青森プロジェクトをやったかというと、まあ、事件事故のニュースとかいろいろね、その事実を伝えることは、まあ、メディアとして必要 で、ずっとこう青森放送でもそうでしたし、そしてフリーになってからも東京の、ね、テレビ局とかでも、まあ、ニュースの番組のリポートやったりして、で結構社会問題なんかも扱ってたんですけど、で情報伝えることは必要なんだけれども、でもそれで人が幸せになってるのかっていうね、疑問にぶち当たって、で、まあ、私が本当にやりたいって思っていることは、私が伝えることによって人が幸せになる、だ人が幸せになれる情報とか、誰かを応援できるための放送とか情報とかを、まあ、したいんだっていうね、まあ、そのことに、まあ、気づいたからこそラブ青森プロジェクトが発足して今ここまで続いて、でそこに共感した仲間とともにですね、いろんなことをやらせてもらってるわけなんですけど、でそんなマスコミで長年仕事してきた私が本当に最近思うこと、特にこの1ヶ月思ったことって、メディアの在り方だったんですよね。まあ、今これを聞いてくださっているのも、まあ、ラジオの方もいるし、アーカイブで YouTube で聞いてらっしゃる方もいると思うんですが、まあ、メディアの在り方って随分こう変わってきているし、そしてそのあるべき姿が今問われてるなっていうふうに思っています。で、っていうのはね、皆さんどれくらい関心があるかな、アメリカの大統領選挙、11月3日に投票が行われましたよね。で、それから、まあ、未だいろんなことがこう報道されていて、で、まあ、バイデンさんかトランプさんか、どちらが次の大統領になるのかが未だ決まらず、いろんな報道がされている中で、で情報はですね、東京のメディアの情報、いわゆる日本のメディアですね、日本のメディアの情報というのは、まあ、バイデン勝利を歌っていて、で、まあ、そういう、勝利宣言みたいなものがね、メディアがして、
で、まあ、そういう方向で報道されていたりとかするんですけど、でも実際に現実はというと決まってないですよね。で、たくさん不正が行われたという事実が発覚してきたりして、で、まあ、それをこうアメリカの、まあ、メディアで伝えてるところもあれば、伝えてないところもあれば、で、YouTube 見ると、まあ、いろんな運動がアメリカ国内で起きていたりとか、で、まあ、実は大統領選挙のその今ね、報道されていない不正が発覚している事実は今こういう風になっていて、今こんな風な訴訟の動きがあってみたいなものがね、出てくるわけですよ、ね、だから本当にこれまで見ていた普通のテレビのニュースとか新聞とか、まあ、ワイドショーとか、まあ、それだけ見ていたのでは世の中の動きってますますわからなくなるよなっていう。で、今は SNS とかのね、あと YouTube とかいろんなね、いろんな方々が自由に自分で情報を発信できる、そんな時代になりましたよね。なのでそういうところにこうね、アンテナを張るといろんな情報って入ってくるんですけど、でも確かにそのね、じゃあどれが本当で、ね、どれがまあ、フェイクなのかっていうのって、まあ、ますます分かりにくくなっていて、でも私たちもう本当にテレビとか新聞とかそこで流されている情報って真実だと思ってこう結構見てきたところもあるし、で私もそこの中で仕事をしてきて、ね、まあ、もちろん事実を伝えているってあるんですけど、でも例えば海外のニュースだったりすると、海外メディアが流しているものをそのまま日本のメディアが流すみたいな、そこにこう裏検証するとい う, こう仕組みも多分ないので、だから今回のいろんな一件で今見えてきたのって、本当にこう老舗のいろんなメディアが実は事実を歪曲して伝えてるかもしれないとか、すごく言論の自由が脅かされてるかもしれないとか、なんかそんなことが結構明るみに出てきている今かなっていう気がしてるんですよね、うん、で、まあ、何が言いたいかというと、まあ、私たち一人一人が、まあ、ちゃんと情報というものも正しく、ね、まあ、何が正しいかというのは本当に分からなかったりするんですけど、でも、まあ、いろんなところにこう、ね、アンテナを張りながら、まあ、自分に必要な情報をしっかりとちゃんと入手していく、取りに行く、でそしてちゃんと判断選択して行動するっていうことが、まあ、ますます問われるなと、まあ、このコロナもそうですよね。まあ、何かメディアがバーッと騒いだとか、誰かがお隣の人がバーッと騒いだと、でそれでこう煽られて不安になるとかっていうよりも、もう少し冷静に、まあ、判断して、で自分が取るべき行動は何なのかっていうことを、まあ、取捨選択していくってことをしないと、まあ、ただ不安になるとか、ただ焦るとか、でそのことによってなんか行動、全く行動がね制限されてしまって、うつうつとしてしまうとか、経済活動が全くできなくて、ね、困ってしまうとか、まあ、いろんな弊害があるわけで、正しく警戒することとかね、用心することは、まあ、大事だとは思うんですが、でもどこからこう情報を入手して、ね、で自分でちゃんと調べて判断してっていうことをしないと、本当にいろんな情報に私たちは今翻弄されてしまう、そんな危険性があるんじゃないかなってすごく思っています。自分に不必要なネガティブ情報だったらですね、触れる必要もないわけですよね。で自分の身の回りの、ね、大事な人たちをしっかり守れればいいわけなので、不必要に不安があるようなところの情報ばかり目にしたり、あるいはそのことによって誰かを責めたり批判したりっていうことって全く無意味なことだったりすると思うんですよね。それよりは自分が何をすべきかとか、ね、じゃあその情報の出どころは何かとかですね、本当に感染者数のことに関しても、じゃあ
どこでどういうふうにどれぐらいの事実の数なのかみたいなことって、結構そういう、まあ、疑うことってなんか正しいかどうか分からない、でもそういう意味で の慎重になるというか、この情報をそのまま鵜呑みにして大丈夫かっていう意味での、良い意味での、その疑う目線とか視点とか、アンテナとかを持たないと、全てを鵜呑みにしてしまうと情報に巻き込まれてしまう、まあ、そんな、うん、でそのことによって自分のメンタルが落ちてしまうっていう、まあ、結構そういうことが世の中起きてるなっていう気がしています。なので世の中で起きていることや自分の生活とか、ね、健康とかいろんなことに影響がありそうなものはちゃんと入手をしつつ、でもそれ以外のことに関してはやっぱり自分の人生がもっとより良くなるため の, 目標に向かうためのね、時間とお金の正しい賢い使い方、そこにしっかりと、まあ、思考を向けていく、うん、行動していくっていうことが大事かなというふうにつくづく思っています。ラブアモリプロジェクトでは、私たち一人一人がですね、もっとより良くなれるための情報、ねより目標を達成していくこと とか夢を実現していくこととか、それから誰かを応援していくとか、地域を良くしていくとか、まあ、そんな思いを持った仲間とつながるとかですね、ちょっと元気がなくなった時にも元気を、分け与えられるような、まあ、そんなコミュニティをラブアモリプロジェクトでは、作り続けております。ぜひ、この放送だけじゃなく、今はリアルが難しいですけれども、オンラインでもいろいろな活動をして、まあ、そんな場作りをしていますので、ぜひね、まあ、この、まあ、大変な時代を一緒に乗り越えてより良くなっていくためにですね、つながっていただけたらなと思います。今日はまあそんなちょっと情報という、そんなことをテーマにお話ししてみました。ラブ青森プロジェクト。さて後半はゲストトークコーナーです。今日は昨年のドリームプランプレゼンテーション青森のプレゼンター、ザワチンこと小澤幸恵さんです。発達障害を抱えるお子さんおよびその保護者の方々をですね、サポートするための活動、起業してどんどん広がりを見せております。泣いたり笑ったり、そしてまっすぐにどん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 突き進んでいっているザワチンの話、ぜひ聞いてください。インタビュアーはラブ青森リーダーズのひでっちです。それではどうぞ。実は今年のね、初めにいいお話を伺っています。で、これまで10ヶ月、まあ、コロナ禍って言われるね、中からまた超えてということで、その間にどういうふうにね、変化してきたかとか成長してきたかっていうことを伺いたいんですけれども、まずここが変わってきたなっていうような話っていうのは、お話できる範囲でお願いできますか。ちょっとずつこの私の活動も知られるように、ちょっとずつですけど広がってきてるなという感じはやっと最近、うん、していて、あとはその私も去年まで公務員だったので、そこから自分でっていうところではもう本当に、まあ、震えながらやってましたけど はい、今は、発達障害の啓蒙というところでですね、やっぱり、うん、発達障害に関してはすごく理解するのがちょっと難しくって、うん、でも支援をするにあたってはもう本当に優しさよりも理解をしてほしいみたいな感じなんですね、はい、なので講座をとにかくたくさんやってます。まあ、13、14講座種類があって、それをこう頻繁にやっていて、あとは視覚、目の機能から体へのアプローチっていうところで、ビジョントレーニングっていうのをやっています。トータルビジョントレーニングっていう、まあ、ドリプラの、まあ、去年プレゼンテーションした時のテーマでもあったんですけれども、そもそもそこに着目しようというその気持ちという、もちろんプレゼンをするまでの決意っていうのがあると思うんですけれども、そこに向けてはどうだったんですか。
うちの息子たちが発達障害というふうに小学校5年生の時に診断されて、そこから私も初めて学んで、テキストで学ぶことと、あとは息子たちからリアルに感じることっていうところの差もすごかったし、その学校っていう場所でなかなか理解してもらえないっていう、なんかこう悲しさというか悔しさというか、そこら辺が本当の一番最初のところですね。まあ自身が、まあ、当事者ですよね。まあ、そういう関わりの中で、うん、でも同じように悩んでいる人たちが他にも話をしていくと、まあ、いるなっていうことに徐々に気がつき始めるっていう、こうその流れになるのかな。そうですね。やっぱりいろんなお母さん方とお話しして、いや、うちの子こうなんだよねとか、いろんな話をしながら、やっぱりこう親の支援っていうところも全然ないなって思っていて、で、まあ、子どもの支援はまあ病院とか学校とかいろいろあるけれども、親の支援って誰もしてくれないんだなと思って、だからすごく辛かったですよ。将来像としてはどんな感じをイメージされてたんですか？将来的にはそのやっぱり診断がついてないと受けられないサービスっていうのがものすごく多く、ほぼそんな感じで、でも世の中にはその診断が微妙な子たちもいるし、受け入れられなくて診断を受けてないっていう人たちもいっぱいいるし、そういう人たちを取りこぼしていては何も良くならないと思っていて、なので民間で、支援していくっていう、で学習支援とですね、あとはコミュニティの場所という意味で、ボードゲームカフェっていうものをに発展させていって、はいはい、もう、なんて言うんだろう、就労支援とか、そこにスタッフとしていてもらって、はい、働くっていうことを学んでもらったりとかですね。あとは、本当に、こう、お客さんとして来て、うん、みんなとコミュニケーションを取っていくっていう、ことの、まあ、とにかく一つこう場所を作りたいなっていう感じがあります、はい、実際に踏み出してみてどうですか？苦労であったりとか、気がついたこととかっていうのはどんなところですか？なかなかお金を出して学ぼうという風土がないというかですね、あんまり批判するわけではないので、私もそうだったんですけど、なんかこうお金を出してでこうまでのサービスをっていう受けるっていうところへのハードルってすごい青森は高いのかなっていう感じはあります。先ほどねビジョントレーニングの話が出てきましたけれども、その今提供している中でのそのビジョントレーニングも含めてね、その内容を教えていただけますか？五感ってあるじゃないですか、はい、音とか、味とか匂いとかですね、その中に視覚っていう目のね、感覚っていうのがあると思うんですけども、その五感の中でも視覚が占める割合っていうのが 80% ぐらいある。そこからきちんと脳に情報が届いて、それをちゃんと体に伝えられてるかって言ったら、それがうまくいってない子とか、大人もですけど、たくさんいるんですよ。それを、で、ものすごくメンタルと目の動きってすごいつながっていて、実は。ストレスがかかってくると目が全然動かなくなるんですよ。何か見ようとしても体を動かしてみるとか、眼球を全然動かしないっていう。やっぱ子供たち見ててもそんな感じなんですね。で、目を動かすと心の精神的なところも動いてくるっていうところを感じていて。なので、目を動かすためのトレーニングをしてるんですけども、やっぱり楽しくないと。ダメなので、子供たちがもう夢中になるような遊びの中にそのビジョントレーニングっていうのを入れながら、で全然こう動きを見てると転ぶときに手をつけない子供とか、顔面からね、だから突っ込んでいくみたいな、そういう子とかもいっぱいいるんですよ。なのでこういうまだね、体の感覚と自分のイメージが合致刺さってないっていう人がたくさんいて、大人でも。なのでそういうのを遊びのようなトレーニングをしながら一致させていく感覚を育てていくってことをしています。
実際やってみて、受講されてる方、関わってる皆さんの反応っていうのはどんなふうに受け止めてます？なんかやっぱり一つ私の講座を受講するともう全部聞きたいみたいな、なんて言うんだろう、そこは全部話さないで小出ししてます。そこはもう本当に1時間で話せるぐらいにボリュームを抑えて、でそうするといっぱいになっちゃうんですけど、でも親としてここの話は必要だなって思ったところをやってるので、やっぱりそしてその中には私の経験談、失敗談がいっぱい入っているので、やっぱり本で自分で学ぶよりも全然違ったって、なんかものすごくわかるし、ストンと入ってくると、わかりやすかったっていうのは言っていただいてますね。で、やっぱりその講座をした後にちょっとまあコミュニケーション取るわけですよね。受講者さんと、いやどうみたいな話を。しながら、で、そういう時間もまたお母さんたち、お父さんたちの、なんか、いいコミュニティの場になってるのかなと思う。コミュニケーションの。これからどんな活動を具体的に今考えてますか？そうですね。やっぱり、この、小さい子たちは割と、こう、相談場所とか利用する施設があるんですけれども、やっぱり思春期ぐらい以上になってくると、もうすごくなくなってくるんですね。なので、すごく不登校だったり引きこもりだったりしている子たちがいるので、ちょっとこう地域に居場所を作りたいというところで、本当に月1回ですけど来年の1月から、はい、そういうちょっとこう今不登校とかしてる子たち、ちょっと学校きついなっていう子たちをちょっと集めて、ボードゲームやったり好きなイラスト描いたりとかですね、しながらみんなで過ごすっていうことを、サタデーカフェという名前をつけてですね、ちょっとやっていきます。まあ、サタデーカフェですから、まあ、日中ね、皆さんこう来ていただけるような、そんな空間を作ろうという話だと。先ほど、まあ、去年までは公務員で、また今は、そこからもう今は代表ということでね、活動してますけれども、今いろんなことがこう動いてきてるっていう感じで、充実感というのはどうです？なんか充実感なのか、もうただの繁忙なのかよくわからないっていう、なんか公務員だった、まあ雇っていただいて働いてた時はきちんとお休みを取って、この日は休みっていう休みがあったけれども、今はもうゼロに近いっていう。まあ、体は休めるけれども、なんか休んでる時も頭が何かこう働いてるというか、何か常に考えてるっていうのはよく経営者の方々はね、言いますけれどもね。そうなんです。だから、ね、本当にアップルのとかヨガをやってた意味がわかります。なんか、ああいうこう無になって、こう、で集中する時間って必要なんだなって、でなんかこう無になる時間って本当作らないとダメなんだなとかっていうのがよくわかりますよね。ドリプラは今は実は毎年毎年やっているプレゼンテーションが1年繰り止めになりました。これまあコロナの影響もあってね、来年ということで、今そのところに向けて、月に一度支援会という形で、で、ザワチも参加し、私も時間、作りながら、みんな本当に実行委員の人たちとか、これから、プレゼンテーションしたいなっていう方々も参加しながらっていうことで過ごしているということです。その後のフォローとかってどうです？ザワチにとっては。ただもうプレゼンテーションしたら終わりでしょってよく言われてる。はい。それでなんか達成しちゃったみたいなことになっちゃうんですけど、ザワチにとってはどうですか？ドリプラの空間っていうのは。なくてはならない場所というか、本当にやってよかったなって思っています。はい。その後にね、いろいろとね、メンターの方であったりとか、実行委員の皆さん、まあ、経営者の方々もいますし、今ね、ズームでやってるので、本当に東京であったりとか、県外で経験されてる方々が、本当に無償で、いろいろなアイデアを提供していただけるっていう空間が素晴らしいです。上の存在の人たちから、
本当にいっぱい言ってもらって、アドバイスしてもらって、はい、ね、一緒に参加してくれてる人たちも、みんなそれぞれメッセージをくれて、これ一人だったら絶対無理だったなって思う。うん、そうですね。うん、なので私たちもね、その空間にいるとね、参考になることをね、いっぱい学ばせていただいています。これからこうエントリーをして発表してみたいという方、うんに対するメッセージ、お願いできますか？作ってる時はとことん自分と向き合うことになるので、本当に大変だと思います。こう自分はこうだとか、自分はこうやっていくんだみたいなところに、もっと深いところに向き合っていかなければいけないので、すごい大変だと思うんですけれども、そうすると本当にブレなくなっていきます、うん、でそして一人じゃない、で自分も与えてもらうだけではなくって、もちろんみんなにもお手伝いしたりとかっていう相互支援っていう場所なので、本当にどうしようかなってもし迷ってるんだったら、やっちゃえって思います。やって終わりではなくて、そこから走り出す、まあ、そこのために背中を押してもらえるっていうような、そのチャンスだと思いますからね、うんうん、ぜひ気軽に、なんか思ってることがあれば、ね、うん、ドアを叩いて、はい、うん、入ってきてもらうっていうのがね、一番だと思います、うん、ゾワチンのね、プレゼンテーションは YouTube に上がっておりますので、ぜひご覧いただいて、ね、応援をみんなでしていきたいと思っています、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。さて、今夜の放送はいかがでしたでしょうか。いよいよもう残すところ2020年もあと1ヶ月ちょっとになりました。まもなく師走ですね。12月の20日にはですね、ドリプラ総合支援会、ね、年内最後の開催があります。オンラインズームでの開催ですので、来年どんなことをしていきたいかな、どんな1年しようかなということを一緒に考えるにも良い機会になるかと思いますので、ドリプラ青森総合支援会にもぜひ参加してみてください。Facebook、それからドリプラ青森で検索していただきますと、ホームページが出てきます。ぜひ2020年を振り返りながら、また2021年良い年にするために、ぜひ良い仲間とつながって、もともとハッピーにしていきましょうね。ということで、番組はまた12月、年内最後、最終週にお届けいたします。今夜もお付き合いありがとうございました。お相手は、ラボ青森プロジェクト隊長、ごっちゃんこと後藤誠庵でした。それではまた。